サムラジックのことです。こちらの動画ではですね、メンタルトレーニングの、動画を撮っております。はい、では、早速いきますけどね、一つお断りがありましてね、私はですね、皆さんよりもちょっとボキができて、ちょっとライフスキル、まあ、メンタルトレーニングの知識ですね、フロー理論、それがあるだけでですね、普通の人間であります。したがって聖者でも賢者でもありませんので、ね、それを前提として、お聞きください。今日のテーマはですね、1週間前のね、過ごし方と、ね、心の持ち方と、ね、いうことでお話をしていきたいと思います。はい。まずね、第一にですね、この1週間前、ね、2014年の今日は6月1日ですけどね、8日に本試験があるわけですけど、137回のね。ここはね、もう本番とね、同じこう時間帯にね、自分のね、集中力を高める時間とマッチさせるということがね、非常に大事になってきますね。どうしてもね、普段夜型でね、勉強してる人、僕なんかまさにそうだったんですけどね、超夜型でしたからね、受験生時代はね、よくわかるんですけどね、でもね、やっぱりこう、例えば3級とか1級はね、9時からスタートですからね、その9時にね、こう自分のね、脳みそがね、こう最高のね、状態で、動くと。いう状態にしてった方がね、やっぱりいいですよ。理屈抜きにね。特に本試験ってなるとね、どうしても緊張しちゃうでしょうからね。そういった中でね、なおかつ、こう、普段のね、普段寝とる時間、9時なんか僕も寝てましたからね。朝の9時ね、寝てましたからね。その寝てる時間にね、試験やるというのはちょっとね、リスキーですよね。したがってね、大体こう1週間ぐらいかかると思いますからね、こう朝方に直すっていうのはね、1日2日じゃ無理ですからね、時差ボケですから、要は、だからね、この1週間前っていうのはね、夜型にやってる人はね、徐々にね、朝方にシフトしていくと、つまり試験の時間帯にシフトしていくと、ね、自分の脳みそがね、働く時間をね、というのが非常に大事になってきますね。ということでね、1週間前ですから、ね、この動画、撮ってる時は1週間前なんでね、今1週間前ですからね、しっかりとこう朝方にシフトしていくと、ね、いうことを今日からね、実践、コツコツしてみてください。はい、ではじゃあです。